まず投資は先ほども出ましたように、自己責任の原則がこれはずっと続きますよということですね。自己責任、まあ、よく昔ありましたお前の言うものを買ったのに損したどうしてくれるんだと、どうしてくれるんじゃなくてね、今はどんなに勧められてもですね、これは自分で決めて買ったということですからね、それは損するときも自分の責任、儲かったときも自分の責任、ですね。今でも、もう相当言いますね、まだね、私なんかでもシャーシャーと言いますもんね、お金預けるからお前一つやってくれんか、で儲かったら半分でいいから、儲けは折半でいいから、儲けることばっか考えて、損したらどうするの、俺もじゃあ損したら俺半分払うのってそうするとうーんとこうなりますねだから教えてあげるから、ね、それを参考に、ね、信じるんだったらその通りやればいいし、信じないんだったらその通りやらなければいいんだし、でも儲けも損も全部あんたのもんでどうだってうーんとこうなるんですね。まだねこの自己責任というのは、ね、徹底されてない日本の場合はね、それからその次に余裕っていうのですね。この余裕っていうのはもちろんそのお金の余裕は当たり前の話、これは言わずもがなですよね。お金の余裕がなくて株やろうって人はまずいないですね。で、その次に特に大事なのはこれ時間と気持ち、この余裕、この余裕がないのに株やってる人は外に見えますよ、忙しくて忙しくてとても見てられないと株の、でも証券会社に任しっぱなし、これはね、もう相当言います。大体これはもうほぼくぶくに損します、このものはね。まあそういう人はお金がいっぱいあって時間がないんですから、まあいっぱいあるお金は多少減ったっていいと思うんですけどね、それは。でも資産運用の領域、そういう次元じゃないですね、こういう方は。で、特にこの気持ちに余裕のない場合はダメですよと。気持ちに余裕のないっていうのはね、どういうんですかね、私も何回かあったんですよね。知らず知らずにね、要するに相場に飲まれる。飲まれるですね、相場に飲まれる、飲まれたら絶対ダメですね、飲まれる、酒に飲まれるとさ、これよくありますけどね、相場に飲まれる、1日目ダーン、日経平均でもいいですよね、ダーン上がった、2日目ダーン、また上がった、ダーンで勝手に儲かった、勝手に儲かった、儲かった、本当ね、どんどん儲かるんですね。外大体ね、そうですね、5連発ぐらい儲かる、連続で儲かる、5連発ぐらいね、立て続けにね、パパパパーンと儲かるんですよ。そうするとね、神様になったような気がするんですね。俺は何かと儲かるとこうなるんですよね。で、大体もう思い切って、よし、これはもう間違いないなというのが今度ドーンいくんですね。そうするとね、そこでね、ドカーンやられるんですね。で、その儲け全部やられます。大体ね。で、こういう時はね、もうちょっと冷静になれば、ちょっと引いてね、基本を忘れないように、ただこうなってくるとね、連発でいくようになるともうね、どういうんですかね、寝頃感、株価の寝頃感と勢いだけですね、寝頃感、寝頃感でいった場合は大体やられますね。寝頃感といいますかね、なんていう、こうね、寝頃感、日立なら800円まで下がってきたらまあ買い場だろうってね、上の、まあ 800円、まあ、800円からですね、800円から1000円までぐらいでこう動いて、バーッと動いてるんですね、こうやってこういうふうにジューッとこうやってやってですね。で、このようにどう買おうと思ったのがダメだったところがずっと下がってきて、まあこれが900円割ったと、885円ぐらいだった、まあ800、まあちょっとあれだ、1割ぐらい上だから、まあいいか、これまあ1000円くるだろう、これ抜ける1100円ぐらいいくだろう、あんまりね真剣に考えないで、このようにバーンと900円割ったらすぐ買うんですね。ところが900円までドドドドとこう来るんですね。こういうのはね、完全に飲まれて、相場に飲まれてるんですね。落ち着いてね、検討してないんです。で、この時に、じゃあ東芝はどうだ、三菱電機はどうだ、松下はどうだ、ね、NEC はどうだ、こういうふうにね、きちっとやったらね、こういうことはないんですね。あ、これはちょっと待てよと。一層は終わってるぞと、全部ね。で、5連発やってすぐパッと止められるんですよね。でも5連発やって、儲けてですね、5回連続で儲けて、そこでスパッと一旦止める。ということが、ね、できる人は、ね、そんなにいないですね。止まるのは6回目に行って、6回目で痛い目あって、そこで止まるんです。痛い目合わない止まらないんですよ、こうなると。だいたいそうですよ、絶対ね、痛い目合わないで止まるなんてことはまずない、うん、これ5回連続で儲かって、ちょっと一旦休もうって、そこで休める人はね、これは株で蔵が立ちますね。6回目行かないと絶対ダメですね。
6回目行ってやられないと止まりませんね。大体そうです。それでここでやめる人いいですよ。チキンショーで7回目また行くんですよね。でここでああとこうなるんですね。何やっとったんだろうとこうなります。こういうのはね、もう熱くなっちゃってるんですよね。熱く、まあ何でもそうですよね。競輪でも競馬でもね、麻雀でもそうです。麻雀でも熱くなっちゃってね、何でもイケイケどんどんだって全部リーチだなんてね、絶対やられますよね。まあ同じことです。まあこの勝負、まあ株のことを勝負事と私言うのはあんま好きじゃないんですけどね。こういうことは熱くなったら絶対やられます。だからその気持ち、特にこの気持ちですね、熱くならないこの気持ち、常に冷静、常にね、冷ややかに相場見なきゃダメです。常に冷ややかに相場見る、冷静に。そんなもんどうせダメだろ、否定的に見るんですね。否定的に勝ったってそんなもんダメじゃねえの、まあ、勝ってもいいけども、ね、そんなぐらいですね。ぜひとも買いたいって言って買いに行くとやられますよ。